このレッスンでは、ストーリーボードを本格的に使用するアプリの例として、フォトビューアーというアプリを紹介します。このアプリでは、一番最初の画面では、このように、6つの画像の名前が書かれているテーブルビューの中から画像を選択することができるようになっています。そして、それぞれの画像の名前を選択することによって、次の画面で、その画像を表示することができます。このようにして、上の方にはナビゲーションコントローラーが使われているので、 ナビゲーションバーの戻るボタンを使ってえ、行ったり来たりを繰り返すことができます。そして、それぞれの画像のえこの表示するビューの中のえ左下のところにメモというボタンが用意してありますので、このメモのボタンを押すことによって、これがどのような画像かというメモを表示することができるようになっています。このフォトビューアのアプリを実装することによって、 ナビゲーションバーの使い方を覚えることもできますし、またテーブルビューの使い方や、このツールバーのボタンの使い方、こういったものをすべて総合的に学習することができるようになっています。それでは実際にこのアプリを作るために必要な手順を見ていきましょう。必要な手順は全部で4つあります。まずステップ1。必要なビューコントローラーを追加していきます。ナビゲーションバーを表すナビゲーションコントローラー、テーブルビュー、 画像ビューのそれぞれのビューコントローラーを追加していきます。そしてステップ2では、このようにそれぞれのビューコントローラーに対応した SWIFT フ,ファイルを用意していきます。そしてステップ3。それぞれの SWIFT フ,ファイルの中にデータを受け渡すためのプロパティを追加していきます。そしてステップ4。こうして追加したプロパティを使って、それぞれのシーンの間でオブジェクトを受け渡していきます。この4つの手順を経ることによって、 フォトビューアのアプリケーションの機能を実装することができます。このレッスンでは、ストーリーボードを本格的に使用するフォトビューアーというアプリを紹介し、そのアプリケーションを作るために必要な4つの手順を説明しました。